<music> <laughs> こんにちはここからは石屋プラスをお送りします三角山放送局の SDGs 推進番組地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月2回放送していますキャスターは石屋製菓株式会社社長室広報 CSR 推進チーム吉田由美とはい、えー、亀村武美ですよろしくお願いしますよろしくお願いします 石谷プラスでは多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを語り合いながら持続可能な北海道、地域社会について考えていきますのでどうぞ最後までお付き合いくださいはい、吉田さんありがとうございます今月の石谷プラスのゲストを紹介します今月は元北海道札幌資格支援学校の教員 吉田茂子さんをお迎えしています。茂子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で,ですね。ちょっと紛らわしいんですけど、今日吉田が二人いるんですよ。<laughs> ですので、はい、あのー、吉田茂子さんの方はですね。えー、茂子さんと、えー、お呼びしてもよろしいでしょうか。はい、あの、結構です。あの、結構茂子さんと呼ばれることが多いので。<laughs> はい。とても自然です。ありがとうございます。そうなんですね。じゃあ、あ茂子さんで、えー、今日は。 あの放送していきたいと思います。ということで、えー、まずはご存知の方もあのたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの改めてあのじゃあ吉田さんの方から、えー、茂子さんのプロフィールをはい、はい、ご紹介お願いします。はい、えー。吉田茂子さんは札幌市生まれで先天性の疾患により全盲となりました。旧東京教育大学附属盲学校、現在の筑波大学附属資格特別支援学校中高等部 北星学園大学及び大学院修士課程を卒業されましたかつての北海道札幌盲学校北海道高等盲学校北海道札幌資格支援学校の教員を務められ2021年定年退職現在は大学や専門学校で非常勤講師をなさっていますまた三角山放送局の第2土曜日午後3時音を頼りに音頼りを担当されていますありがとうございます はい、えー、こういう方ね、えー、いらっしゃいますがあのー、私たちの社会は、まあ、日頃からさまざまな障害を持つ方と共に、えー、暮らしてますよね。えーまあ、今回重こさんに視覚障害者について、えー、見えないということ見えるということについて、えー 伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いしますで。あの、ところで今日茂子さんは、今日、あの、どのようにしてここのスタジオに。来られたんですか。あ今日はですね、うん、あの放送局さんに、車で迎えに来ていただいたので。うんはい、はい、えー、大変助かりました。<laughs> そうですね。はい。で、土曜日のあの番組の時はですね。うんはい、あの三回会話放送局の、はい。 スポンサーである、うん、あの東方交通さんに送迎していただいていますね。はい、結構実は我が家割と遠いのでここからそうなんですか。あとはですね、はい、あの普段の外出の話もした方がいいですか。ああのぜひお願いします。はい、で普段外出するときはあの白状白い杖ですね、はい、白状と言いますけど、ええ、これを持って。 1人で歩いて公共交通機関を使うっていうこともありますし、うん、またその国の同行援もっていうあの制度がありますんでこれを使って、はい、いわゆるガイドヘルパーさんを利用することも<う>まあありますまあそんな感じですかね。なるほど今日はいつになくすごい寒い日でですね。<laughs> そう 普通に歩くのも大変だったんです,そです。そうです。この風強いと結構大変ですよね。はい、ああそうですよね。はい、はい。あの東方交通さんは以前にゲストでも来ていただいた<ー> <laughs> 会社さんでもいらっしゃいます。はい。まあそんな中ですね。あのまあ私たちあの目が見える人まあ正眼者というあのそうなんですけど、あの白杖を持った、えー、方をお見かけしたときあの。 どういうお手伝いをしたらいいのかとかあの話しかけた方がいいのかとか結構迷う場合って僕もあるんですよ、はい、でそういう時っていうのはどういういいいいサポートの仕方がいいんですかねあはいあのうん、声をかけてくださるってこれ実は、はい、もう皆さんの方でも大変その勇気がいることなんじゃないかなって思うんですけどでもやはりまずはその。 何かお手伝いする必要がありますかっていうようなあるかどうかっていうことを声をか,いてかけてそしてです、ねはい、私が最もお伝えしたいことはですね、はい、もう今はもしかするとサポートが必要ないっていう時もありましてね「であのいや今は大丈夫です」っていうふうに言われてもその決してあの、はい、めげないでいただきたいんですよ。<laughs> 後悔しないでいいででたただきたいんですよ。<laughs> あの前にね一度あの私駅で改札出て待ち合わせしようと思ってその待ち合わせどこにこう何て言うの立ったらいいかなと思ってちょっとうろうろしてる時にっていうかまあ結局は立ったんだけど何かお手伝いしましょうかって「いや待ち合わせるのでそれに都合のいい場所があ,のあればそれでいいんですけどここ大丈夫ですか?」って言ったら「大丈夫です」っておっしゃって「あいや 声をかかけててすすみません帰っっ必要なかったですね「いや、はい、そんなことはありません <laughs> まず声をかけていただいてありがとうございます」ってね、はい、絶対そんな後悔しないでこれからもよろしくお願いしますって何、うんうん、か私すごい <laughs>、うん、そ,そこまで挨拶しちゃったのになんですけど、はいはい、だからその、まあ、私たちもねたとえそのお断りするというような事情の時でも、うん、その お断りの仕方に気をつけなければならない、うん、っていうふうにも思うし、うん、皆さんも本当めげないいでくださわ <laughs> かりました余計なことしちゃったかなとかって思う方も中にはいらっしゃるかもしれないですの、ね<う>えー、でもそういうことはあの気になさらずに気軽に言ったらちょっと言い方あれなんですけど気になったら気にな ちゃんと声をかけるっていうのが大事ですよね。うん、ねありがたいです。その。なるほど。あの。展示ブロックとかって、やっぱり町にあるじゃないですか。はい、はいあ。ああいったものっていうのは、やはり有効なんですよね。非常に。はい。あの、まず、その。うん、展示ブロック、基本的には有効です。はい。で。ただ。その展示ブロック、まあ、本来は誘導ブロックとも言うんですけども。展示ブロックは、まあ、万能ではないです。で。まあ。 あれはまずですね目的地までの行き方をある程度分かっている場合にまっすぐ安全に誘導してくれるものなんですも、はい、やっぱり目が見えないとですねま、うん、っすぐに歩くことが難しいわけですよ皆さん目つぶって歩いてみるとわかると思うんですけどま、うんうんね、っすぐ歩くの難しくてそしてねまたその通行人の方ここ結構すれ違ったりするのね。れを、はい ぶつからないようにして避けたりしてる間にですね、どんどん方向が狂ってしまったりするんですよね。うそういう時にやっぱりこの転じブロックがあると、うんうん、あのまっすぐちゃんと目的地に誘導してくれて有効なんです。で、ただしその転じブロックがですね、万能でないっていうその理由はね、例えばその道の途中でブロックが直進とまあ左右に、うんうん、つまりその二方向とか三方向にうん、うん 分かれて、どっちにもブロックが敷いてあるなんていうことがあったとするでしょ。はいはいね、でそうなったら目的地までの行き方がね分かってなければ、はい、結局どっち行っていいかわからないわけですよね。でまあ直進すれば改札口ですとか、右に曲がれば二番出口ですなんていうふうに展示ブロックが喋ってくれればいいんですけど、うそういう音声ガイドはないですから。まあ私これで昔すごい。 大失敗をしたんですけど、はい、その経験喋ります聞きますどういうエピソードなんですかあの高校生のまだ本当今から考えたら恥ずかしいんですけど、はい、高校生の最初の頃に初めて東京で一人でこう出かけるっていうので、はい、展示図書館に行くっていうので、はいはい、バスに乗って電車に乗ってね、うん 結構もう先輩とかあの同級生そういうのできる人いっぱいいたんですけど「えー、大丈夫だよ点字ブロックあるんだからちゃんとそれに沿っていけばいいんだから」ってみんなに励まされていったんですけど、はい、駅降りてあの歩いて点字ブロックを見つけて、はい、沿っていって結構ずっと歩いていって。 そういえばあ,るあったんですけどでもやっぱりとにかく点字ブロックに沿ってまっすぐ行きなさいって言われてたからこんなに遠かったかな前に連れてきてもらった時 <laughs> でも一人だとこんな遠く感じるのかな、はい、ってでもなんかやっぱり変だと思って、はい、ちょうどすれ違いの方に聞いたら「はい、あ図書館ずいぶん後ろですよ」って言って<ら>このまま行くとね、はい、他のなんとかセンターに行ってあの実は高田馬場っていう東京のところに点字図書館があるんですけど。 高田のバ、場界隈っていうのは他にも視覚障害者関係の施設が結構いっぱい実はあるところなんですそうなんですねそれで特にあのまだ昔そんなに展示ブロックがない時にでもそうやっても結構左右にこう何方向にも分かれてあったわけですよだからその道をみんな分かってないとそのまま行くと別のセンターに行っちゃうよっていうわけでかなり戻ってですそこ戻ったらちゃんと右に曲がんなさいよ姉ちゃんとか言うもうすごいまあ かしいんですけどあ、つくづく展示ブロックっていうのはただね、はい、沿って歩けばいいというものではないという大失敗をしました。<laughs> <laughs> あのね、先輩方の教え方もちょっと問題があったのかもしれないですけどね,ねえ。と <laughs> 思ったらそうですよ。生きたよって言ったら「そんなのち,、ね、ちゃんと自分で知ってないからでしょ」って言われて。<laughs> なるほど、まあ。北海道だとね雪とか降るので結構大変ですそれはそれでまたね。はい、そう別な問題がありますからね。なるほどあとは 街を歩いてて危険だなと思うところとか危ないところとか誘導者がいると助かるっていうような場所ってあるんですか数々あれどまずは音の出ない信号機道路工事中の道路とかで信号なんか特に音出てても夜遅くとか朝早くても音なしなんですよねうるさいからって消されちゃったりもするんですね。 であの最近ではそのスマートフォンで赤とか青を、はい、あのキャッチしてくれるのも開発はされてきてますけど、はい、まだまだちょっとね<ー>安全性は完全ではないし。うんうんうん あのね、やわらそこでスマホ出してっても結構難しいですよあだから私たちはできるだけそういう音のない時は人の流れを頼りにしてるんですけど、うん、まあ中にはね信号を無視してすごい勢いで渡っていこうとする人もいて結構ねうかつにそのついていくわけにいかないんでいろいろ車の音とか気をつけながらしてますけどそういう時「青ですよ」とか声かけていただけるとうん、うん、まあ 一緒に渡りましょうかとかね、もしそういう方がいらっしゃるとまあありがたいなと思います。うん、なるほど。あとは駅のホームですね。あそうですね。で、まあ調査ではこれ視覚障害者の二人に一人とか三、えー、人に一人とかって、えー、線路に落ちた経験が、うん、全国的にね鳴らしてみるとあるらしいんですけど、うんはい、私たちはあの学生の頃はですね。はい 線路に落ちた経験がなければ一人前の視覚障害者ではないなんてねここまあ今ならちょっとね、はい、ネットで炎上しそうな自虐的なことをですね、はい、結構言い合ったりしてたんですけど、はい、まあその点今札幌の地下鉄はですね、はい、本当にありがたい策がつきましたんでね,で,ねでもあれもですねやっぱり札幌市に要求して20年ぐらいかかりましたよあれつ 作っていただく。あ、そんなにかかったんですか。かかす最初から起こしていくと20年近くかかってます、ね。へ<ー>だからやっぱり JR 駅は怖いですね。うん、う,んうん、あの僕も普段は地下鉄が生活の<ー>ものなんですけど、たまに JR に乗るとちょっと柵がなくて、<ー>うんあの。 怖く感じることがね、風邪がそう風ね、そうですね。不圧でびゅっときて、ちょっと怖いなって感じることは確かにありますね。なるほど。あ、あとは意外とみ皆さん意外に思われるのはですね、天心柱とか段差とか危ないっていえば危ないんですけど、まあ油断できませんけど、あれはあれで私たちのその。 目印でもあるので危ないからって言ってそこだけ急にヒュッと手を引っ張ってあの電子柱よけてくれたりあといつの間にか撤去されたりするとこれもまたね戸惑いの的でねこれもいろいろとその失敗談は多いですけどまあいいろろありました意外かもしれない、ね。普段あるものがなくなると逆にあどこ行っちゃったんだろうとか道間違っちゃったかなとか。<う>はい 止まうどういうことってありますよね。うん、足元もあのやっぱ歩きやすいようにって綺麗に平らに前はちょっとこうでここもあったのに平らにされちゃったりしたらうん、うん、え違うところに来たかしらっていう,う思ったりって、はい結構あります。そう場所がね違うって思っちゃう可能性もありますもね、はいうんねなるほど。あとエレベーターとかエスカレーターとかってどうなんですかね。エスカエスカレーターはね、はい、こ,うこうなそうなってくると個々人違うと思うけど。うん あまりその怖くはないんですけど、うん、あこれまあたまたまエスカレーターの <laughs> 来,来たらというところの消防路には一回エスカレーターこう止まって平らになって再びビューンって伸びるのがあるんですけど、うんうん、あれ慣れない時はびっくりしましたけど、うん、でもあとはね割と大丈夫かな。ただエレベータータは、うん 難外ですって最近言ってくれるようになったからいいんですけど、言わないエレベーターはやっぱり、うん、ねあのボタンだけ押して乗らない人とかもいたりしますから、そ,うですね、それがちょっと怖いくて、うん、私はあんまりちょっと一人でエレベーターに乗るのは好きではないです。確かにちょっと違うとこついちゃいますからね。うん、なるほど、うん。あとは冬道ですね。そうですね。うん、冬は行かないですね。やっぱりね。 なるほどあのちょっと話変わるんですけど、はい、あの最近こう視覚障害者の芸術鑑賞する本が話題になったそうで茂子さんもよく美術館に行かれるっていうふうにお伺いしたんですが。はいはい、よくでもないけど好きではありますね<ー>、はいはい、最近ちょっと行ってないですけど <laughs> あの美術館ではその彫刻、はい、であとその ちょっと美術館からそれますけど博物館ではまあレプリカでもいいから直接手で触れられる展示物があるのがいいなというふうに思ってます。であの話題のその映画はですね、はい、その絵の説明をみんなでワイワイしているのを聞くのが、はい、そのあの映画の主人公の白鳥さんという方は。 映画っていいうか元々本ですねごめんなさい、うん、その主人公の白鳥さんはそういう、うん、みんないやこれって雲じゃないの?」とか、ね「これ川じゃないの?」っていろいろこう喋ってやり取りしてるのを聞くのがお好きならしいんですけどあ<ー>まあこうなるともうちょっと個々人の好みなので私はちょっと彫刻とかを触れる方が好きだなと思ってますい。はいそう かあの三角山放送局で開催してる一緒にね文化祭でも昨年音声ガイドが入ったんですねあそうですねそれはだから<ー>その映画での音声解説とかっていう、えー、ところから、はい、まああのそうですね今どんなその、うんまあ、セリフは聞こえるからいいんですけどどんな動作で行われてるかっていうようなことがまあ、うんうんうん わかるようにっていうことで。これはやっぱりすごく大事なことです。今テレビなんかでも、その副音声っていう方に設定すると。結構ドラマでも、副音声が長いようになってる。あれ、あれのことですね、音声解説。なるほど、なるほど。最近テレビでも、あの、ネットでも、ネットの、ね、あの、テレビでも結構。出てますもんね。え。あれはね、確かに、いいですね。で。 あのところでこう視覚支援学校での,あのまあ教論の詰めっていった、まあ、経験とかもあるとは思うんですけど、あのー、教育についてちょっと教えていただきたいんですが何<ー>かこう道具を使ったり天井を使ったりというあの僕は想像してるんですけど道具というかちょっとじゃあ,、はい、あの特徴まず一つ目視覚支援学校の特徴の一つ目はまず視覚、はい、障害医ってもともと私みたいに全く見えない全盲っていうのと。うんうん それからいろいろなその病気でとか、うん、その他理由で見えにくさをちょっとこの弱視の見えにくさってあまりにも種類が多いんで今日はちょっと割愛しますけど全ての人が展示で学習しているわけではないんです。うん、ですでむししろ人数比としては着手者、はい ののの方が多くて、はい、その普通の文字をね皆さん今見てらっしゃるすよ、はい、普通の文字を拡大したりまたはその字体見やすい明朝とかあの、うんね、ゴシックとかありますけどその見やすい方を選んだりとかっていうふうにしていろんな形でその学んでるし、はい、あの教室の中での明るさを調節したりですねっていうことであの、まあ、あの見やすいいろいろレンズとか読書器とか、うん、道具としてはねそういうのを使ったり、ええ、まあ展示は展示の道具 使ったりしますそして国語や算数のいわゆる教科学習のほかに、ええ、まあそれぞれの,その障害を補うために必要な訓練、まあ、今あまり訓練って言い方はしないようですけど自立活動っていう名前のそういうプログラムをしてまして一人一人に合わせたあのプログラムを作ってますねで例えばその歩行訓練といってその先ほどの1人でね白状で、はい その歩くためのいろんなその技術を学んだりあ,<ー>あと弱視の人の場合はその目の使い方、はい、その人の目の病気に合った目の使い方の訓練とか将来1人暮らしに必要なそのことうん、うん、高校生ぐらいになればそういうこともやりますね。うんうん、でそういうよういよなことで、学習プラス 学びをしてます,<ー>すからもう一つの特徴は、はい、まあ資格支援学校って言っても資格以外の障害を併せ持ってしまう人たちもいますので、うん、そういう、えー、教育もしてるクラスもありますし、うんうん、あと職業,職業自立のために、うん、まあ北海道ではあんまマッサージ、うん、ハリキューの,、うん、あの勉強してるコースもあります。資格支援学校って言うと こんな感じかなとそうなんですね。ですね。あのねあの一つになそういう学校でもいろんなこうまあ教育というとかこうカリキュラムがあるんですね。まあ幼稚部から高等部その職業専攻科までですからね。相当幅の広い。はいはい。あそっかそういうとこでねあの教団を取られてるとかすごいことですよね。 なるほど。ええ、あ、国一部ですよ。私ええとんでもないです、ね。<laughs> なんかあの話が盛り上がってきた頃で、あっという間に時間になってしまったんですが、あの来週もあのゲストに、えー、お呼びしているので、もうちょっとこう詳しい話をですね、あ,はい、あのしていかない、あしていこうかなっていうふうに、えー、考えています、えー。今月の石破プラスは元北海道札幌資格支援学校教員の 吉田茂子さんにお迎えしてお話を伺いました茂子さん来週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、なお石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石屋製菓のウェブサイト三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます石屋製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください石屋プラス来週もお楽しみにキャスターは石屋製菓株式会社社長室 とはい、えー、亀村たでした。ありがとうございました。<music>